3月10日に出場します庄城優希選手です。よろしくお願いします。まず前戦を振り返っていただきたいんですけども、前回が漆谷選手との試合でしたね。そうですね、はい、あの時の試合戦ってみていかがでしたか。あの時のベストを尽くしたので、あの時はもう本当に漆谷選手が強くて自分の完敗だったっていうのは素直に受け止めて、そこからの反省というか、また立ち上がっていけるようにずっと練習してました。そして復帰戦といいますか、この今回の試合からフライ級に階級を変えます。はい、このフライ級に変えようと思った経緯を教えていただけますか。そうですね、前からバンタムでだんだんそんなに減量が辛くなくなってきて、それで試合の中で組み負けたりとかっていうのはなかったんですけども、うん、やっぱ体の大きさ的にちょっとサイズがちょっと違うかなっていうのがあって、それで、この前タイトルマッチ2回取れなかったってこともあって、これを機に思い切って下げてもう一回チャレンジしようかなっていう自分自身の、リスタートというか、そういった意味で変えていこうかなと思ってました。はい、普段からそういうふうに思ってたってことなんですけども、今まで減量って苦しくはなかったんですか。そうですね、最初は結構辛い感じだったんですけども、だんだん体が、年齢なのか自然と節制したのかわからないんですけど、だんだん楽になっていって、最近はもう本当に、1週間で絞れてたっていうのが現状ですね。はい、今回、56キロから52キロの階級に行きます。はい、今の体調的にはいかがですか。最初はもっときついかなと思ってたんですけども、バントの時よりはきつい部分も正直あるんですけど、でももっと多分しんどい選手はいるのかなっていうぐらいの体調なので、わりかし大丈夫な感じはしますね。はい、体調に関わってくる、いわゆるパフォーマンスが発揮できないぐらいのカリカリの減量ではない感じですか。じゃないですね、逆に追い込んでる時とか今もやってて、動き的には適正、今現代の適正なのかもしれないなっていうのは感じてはいますね。それでは今までよりもいいパフォーマンスが見せれそうですか。今回はちょっと自分の中で期待の方が大きいかもしれないですね。練習、追い込んでやって、その練習の中身を見た中で、そう思っていただいてもいいかもしれないです。そしてですね、今回階級変更の初戦が、フライ級トップランカーですね、猿丸淳二選手になりました。初めこのオファーが届いた時どうお感じになられましたか。やっぱりなっていう感じはありましたね。正直やっぱフライ級に落とすっていう風に言った時点で、どこかで、やる相手というか、やらなきゃいけない相手でもあったと思ってたので、でもやっぱりなっていう感じですね。ファイトスタイルどういうふうな感じを持ってますか、猿丸淳二選手の。いや、もう打撃でアグレッシブに攻めて、でも総合的にも戦える選手、もうオールラウンダーでもう強気で素晴らしいなっていうのは前から感じてました。非常に噛み合うんではないかという周りの話もありますけれども。そうですね、もうそう言われるなっていうのはなんとなく自分でも分かるので、噛み合ったいい試合ができればなっていう、素直に思います。いきなり階級変更でトップランカー相手なので不安も大きいかとも思ったんですけども、今は期待の方がやっぱり大きいと。そうですね、やっぱりでも危険な相手ではあるし、でも逆にここを超えればまた一個先が見えると思いますし、
今の自分の、まあ、体調も含めてやっぱりチャレンジするっていう気持ちの方が強いので、まあ、期待の方が大きいですかね。今後この試合の向こう側に見てるビジョンっていうのはお持ちですか？そうですね、やっぱり僕はもうシュートのベルトを取ることを目標に今までやって、今でもそれは変わらずやって、まあ、今はね、いろいろ、まあ、他のね、部分で、まあ、こう海外とかそういうふうに言われてる方も多いと思うんですけども、まあ、僕はまだ そこまでの選手だと思うっていうのもあるし、でもやっぱり僕の目標はシュートのベルト、それだけを一つにやって今も夢見ているんで、それをしっかり取っていきたいですね。わかりました。それではですね、当日会場にお越しいただく皆さん、またこちらのシュートチャンネルをご覧の皆様に、最後一言お願いいたします。そうですね、今回の試合はもう1試合目から最後までどこ取っても素晴らしい試合、まあ、いつも通り素晴らしい試合だと思うんですけども、やっぱその中でも帰るときに、うん、セミファイナル一番良かったねと言ってもらえるような、まあ、試合内容と、あと自分自身も次につながる試合をできたらいいと思っているので、楽しみにしてください。ありがとうございました。期待してます。ありがとうございました。